なんだと。私の剣食らえない。俺の道を塞ぐか。世界が始まらずに無理だ。称賛に値する。我がセフィロの力知るだろう。俺の道を塞ぐか。世界を葬る無理だ。この戦いが私たちの理想の世界への第一歩。私の剣食らえない。卑怯、卑劣、非道、下道、それが俺の剣なのだ。世界を葬る無に黙れ。少しに我がセフィロの力知るだろう。バベルの塔を望む大地、バベル大陸。ニムルとエンメルが編み出した錬金術は、時を経て、この地を揺るがす脅威と化していた。大陸の覇権をめぐる国家間の戦乱の道具となり果てていたのである。その甚大なる被害に、人類存亡の危機を感じた大陸諸国は、ノーザンブライドを宗主国とした、七大国同盟を結び、錬金術を禁忌の術と定めた。以降数百年の間、バベル大陸に七つの国家が微妙な均衡を保つ、仮初めの平穏が訪れる。大陸暦911年、突如としてその平穏が破られる。西方のフンヌの国、ラーストリスが錬金術を軍事力として復活させたのである。七大国の盟約を破棄した諸行は、瞬く間に大陸全土を不穏な空気に包み込んだ。事態を重く見た他の六大国は、隣国エンビリアを先陣とする連合討伐軍を結成。ラーストリスは滅亡へ追い込まれ、錬金術は再び日の当たらぬ闇へと封印された。それから、20年の時が過ぎた現在、
大陸の動乱に呼応するように禁忌の術の封印が解かれようとしていた。人々の意志は神々の意志に翻弄される。